トレードははメンタルが10割でです今日は年6月9日年月午前11時2分です、えー、昨日の、ね、トレードをちょっと紹介していきたいんですけど、ようやく原油がいきましたね。もうね、本当に、本当いやらしい動きをもう散々してきたんですけど、ようやく上にブレイクしましたね。でね、こっからはもうひたすら買っていくと。 いう局面にこれ入ったんですけどももう一回ね、その僕の損切りの,その場面とあのエントリーし直したところをね、ちょっと見直したいなと思います。これはね、えー、トレンドフォローを狙う場合、必ず参考になると思うので、ぜひ、えー、チェックしてください。でね、何かっていうと、これね、やっぱりね、一番大事なポイント、まあえー、ちょっとロスカットしたとこからね、ちょっとまず見ていきたいと思いますが、1時間足ね、これまず、はい、ここ。 ここはもうこのミドルを起点にあなんか上に行くかなみたいな、えー、ところでロングしに行ったけど反対切ってきましたという場面が一つですね。で、まあ、なんでここを狙ったのかっていうと、まあ、一応ここの高値、うん、が。 サポートとして効いてるってことと、まあ、ここでミドルね、その、ところで反発してるじゃないですか。要線が出てるじゃないですか。これ、これ、ちゃんとサポートされてるなと思ってロングしたんですが、切ってきました。えー、ロスカットっていう、まあ、ところが一つですね。で、次が、えー、っとね、ここ。ここです。このね、ニューヨークオープンなんですね、これ。22時半。 次に上にドーンってあの抜けていきましたでこの2波を取りたかったんですねこのドーンからの落ちて次のこれを取りたかったんですけどまた切ってきて下髭をつけましたといやらしいですねでこれあこれもう持たないのかなと思ったらまたこれ陽線が入ってくるわけですねここでバーンってやっぱかいが強いんですよだからここ このレベルが非常に強く効いてた117.70あたりがすごい強いサポートされてるでその後こっからなんですけどね大事なのはえー、そっからこう徐々に徐々に切り上げていった時にようやくようやくですよボリンジャーバンドのミドルが 機能しし始めました。で、逆張りからのトレンドフォローの,あの徹底解説動画ありますよね、完全保存版。あれでも解説してますけど、えー、と僕がよく見るのは、このミドルを起点にトレンド転換を狙っていくっていうやり方なんですよね、えー。逆張りからのトレンドフォローでも大事になってくるのはボリンジャーバンドのミドルです。でもちろん、これはね、えー、ボリバンのマイナス1シグマ、プラス1シグマ、要は標準偏差。 これ2なんですねねボリンンジャーバンドっていうのは、ねえー、標準偏差2プラス2とマイナス2標準偏差っていうのはもう大体この中に収まるよっていう値動きはたいこのマイナス2とプラス2の間に収まりますせと90なんか9%か分かんないけどだいたいそんぐらい収まるよっていうことを意味してるので、えー、とその真ん中ぐらいにいる時は値動きっていうのはまあまあ標準な平均的なというか常識的なレベルなわけですよそれが 標準偏差プラス2とかマイナス2の方にぐーっと寄ってくると、これは相場の異常事態ですよと。明らかに偏ってますよっていうことを示すトレンド指標なんですよ。実はボリンジャーバンドっていうのは。ボリンジャーバンドのバンドのこのね、上か下に張り付いていった方についていけよっていうのが実はボリンジャーバンドの正しい使い方なんですね。えそれはさておきま、またどっかで詳しく解説しますが、そのミドルがね、ここでようやく意識し始め、 られるわけですあート、これあこれきたなと今まではこのミドルはまた機能してないですよねこここれ1時間足ですけど機能してないけどここでちょっとこうこう,こう右肩上がりになってきたんですよ。大体これは日本時間の昼過ぎとかから夕方にかけてあなんかジリジリ上がってきたなそしてミドルが意識され始めてきたなでここです。ニューヨーヨク入って、えー、10時 ここのね一回下げるんですけどやっぱミドルが意識されるでさらに1時間だけじゃなく4時間も見ると意識されてるんですねこれまあでにここからなんですけどね6月3日からミドルは意識され始めてるで右肩上がりになってきてるこれはもうこれはやっぱいくだろうという僕のやっぱりですね諦められない心が出てきまして。 でなんでこんなにしつこくロングを狙ってるかなんですよ、大事なのは。ここね、とっても大事なポイントです。相場でやっぱ利益を出し続けるためには、有利な局面で戦うしかないわけですね。えー、テクニックだけでちょこまかちょこまかやっても限界がきます。えー、それよりも、一定の方向に値動きがドーンって出るところに入って運んでもらいたいわけです。楽に運んでもらいたいわけです。えー そのためには、この原油の状況というのは、もう、いつ上に抜けてもおかしくないっていう。まあ、もう、もうね、突き足から見たらもうそうなんですよ。突き足これです。もう、もう明らかにボリンジャーバンドの、こう、プラス2に張り付いてるじゃないですか。強い、めちゃくちゃ強いトレンドが出てる。週足もそうです。週足もボリンジャーバンドの上に、もう、くっつこうとしている。 まあまだちょっと空間あるけども、くっつこうとしている。そして、冷やし。もう冷やしももう、そうなんですよね。冷やしもそう。そして、4時間も、そうなんですよ。上の方にいるんです。これはもう、どう考えても、上なんです。海以外に考えられない。だから、損切り二2回連続あっても、それでもなおしつこくロングを狙ってました、ここの局面は。で、ようやく、 えー、昨日ですね、6月の8かな、今日が9日なんです、そう、8、ここ、入れました、ロングで、ようやくね、で綺麗にここもね、ミドルで反発して、上にブレイクしていってるというのが分かると思います。で、ブレイクしたところで1回、リグって、さらに押し目を僕は買いに行きましたね、ちょっと5分とか見たら分かりやすいかな。うんああ まあこの辺でも買いましたしここでも買いましたねうんまあこれもう朝方ですよ朝方3時もう4時とかですよ、まあ、ちょっと粘りましたけどえー、でまあ高値プレイクを狙わずにもうあのー、4五5 0ピックリハバが乗ったらリグーというこういう局面はあのー、一発目はね狙いに行っていいんですけど根幅次からはもうちょこ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 入って 下がったら買って上がったらリグって下がったら買って上がったリグをやっていく方が回転がいいんでえ僕はそういうふうにしてますでここのゾーンはここのエリアはもう変え替えなんですね変え替えしかないと、うん、もうロング以外にちょっともう考えられない下がってきたらロング狙っていくっていう、えー、まあ戦略になっているということですはいでちょっとねまあ もうちょい細かく見るために、えー、ボリンジャーバンドもう1個入れときましょうか、じゃあね。その、えー、っと、あこれ入ったのかな。で、あ、えっ、ー、あ違ち違うちうっちちこれでマイナス1、これ1にして、はい、まあ、標準偏差1と2ですね。まあ、標準偏差1が何パー、何、 えっと忘れました、えー。忘れました。はい。60何パーだったかなあ、違うわ。出てこない。えー、忘れましたけども、ちょっと調べてもらえたらと思います。えー、で、あ、でもちょっと気になるな。気になりますね。ちょっと調べましょうか。えっ、ー、と、な、うん何でもいいや。ブラウザは。はい。ちょっとお待ちください。何でしょう。あ、1標準偏差。えー あ,あ、そうそうそう,そう 68.2%68.2% はだいたいこのプラス1マイナス1の間にいるよとで九標準偏差2が 95.4%95.4% の値動きはこのマイナス2とプラス2の間で起こるよとここから飛び出ることはありませんよと言いつつも飛び出まくるんですけどで、えー、標準偏差3が99.73、まあ、はまあ乗せなくてもいいのかなと いうう気はしますねもう線だらけになっちゃうので、まあ、だから99.7は標準偏差3のうちに収まるからこの外飛び出たらもうこれは本当に確率的には少ないぞということをまあ意味してますね。はい、えー、そんなところです。で,、えーそうですね、5分足だとねなんかもう行ったり来たりでわかりにくいんですがあまあまだここの4時間足見ると、まあ、標準偏差1。 ちちょょっっっっとととと頭を抑えられたたりりかかかていいう細かいところもちょっと分かったりしますよ、ねまあここもそうですね標準偏差1超えられないなとでも超えてくると伸びるなみたいな傾向もまあ見えたりするでそこの中にミドルでサポートされて上にバーンとブレイクしていくということですねはいえー、で次にですね、えー、はいこれはドル円ですが、まあ、ドル円もきれいに 上に、うん。ブレイクしてってますね。あ、134.40いってるんですね。もうすぐ135円。これが、えー、確か、あれですね。大昔のね、これ、ここ。2002年の高値が135円なので、もうそこに迫ってますね。ここでどう反応するかはちょっと見たいなというところですね、これは。うん。 まあただ、基本的にもこの買いは変わらないです。えー、今はもう、押し目を買っていくというところなので、あの高値券ではあるんですけど、えー、落ちてきたら買うというところです。で、落ちてきても、上げやすいので、今は。多分ね、すごい、やりやすいとは思いますね。こううやりやすいところで、ちょこちょこ取っていくってことがね、すごい重要です。明確にトレンドがね、出てる場面なので、 多分どの足を見ても買いです。この週足もそうですし、これ月足ですね。ちなみに、さっきの原油と同じような感じです。どの足を見ても買いなので、えー、落ちてきたら買いたい。で、まあ今はあこうい時間とか見ると、こう綺麗にトレンドが出てるじゃないですか。形が。これがまあどっかで崩れてくるねタイミングが来るとは思うんですね。 このの時間足でのトレンドが崩れてくるこうこうやってね入ってくるでこういう時は、まあ、ちょっと待って持ち合いとかサポートされるところをが形成されてからやっぱロングしたいなというところですねまあいくらアップトレンドとはいえ調整が入ってくると一回下げは来るのでただその下げを狙うのは難しいので下がってくるのを待つか、えー、逆張りからのトレンドフォローですねのトレンド転換を 狙いに行くかですでこういう局面でのトレンド転換を狙う場合は1時間足とか、えー、ちょっと短めの足、まあ、15分だとちょっと短すぎると思うので1時間かな1時間とかでちょっとしたやっぱこう調整を取りに行く売りで、えー、トレンド転換を取りに行くっていう、えー、そのどっちかかなと思いますね下げてきてロングを待つか逆張りからのトレンドフォローのセットアップが出るまで待つか どっちかです安易にここで売りに行くのは非常に危ないです。で、これで取れたとしても、そのやり方やってると、どっかで飛ばすので、どっかで飛ばすので、あとあと相場から取り返されます、そういうのは。なので、それは気をつけましょうということになります、はいえー。ユーロ円も同じですね、ユーロ円も同じで、アメリカがですね、やっぱ下げてきましたね、えー、株価指数、下げてきました。ずっとこう、強いなと思ってたんですが、なんかね、下げてきましたね、こうやつうん。 ここです、ねえー、あこれなんかずっと高いところでだいぶキープしてるなと思ったんですけどちょっとこう下にずるずるっと落ちてきたのでこれはちょっとねもしかしたら一時的な下げがくるかもしれないまあまだわかんないんですけどわかんないんですけどそんな状況ですダックスが先に下げてましたね昨日は。 ダックスは,いはえー、ヘッドショルダーつけて今落ちてきて、えー、いるところで、まあ、下げはそんな強くはないですけども、うんまあ、本格的な下げという感じではないですねでちょっと様子見です。はい、なということで引き続き、まあ、ドル円、えー、ユーロ円ポンド円あたりですねは押、えー、しが来たら、まあ、ロングと。 あとは高根県での逆張りからのトレンドフォローを狙っていくというところで、ひとまずは見て、今日は明日ね、木、金と見ていきたいと思います。はい。ということでね、今週残り2日ですけど、頑張っていきましょう。ありがとうございました。